ティズルルさんバラありがとうございます。あ、え、ツイッターに言ってないよね。私もいつもさ、ツイッター開いてさ、開くだけで満足ちゃうんだよねちょっとこれリツイートさせて普通にちょっとワンピースのリツイートさせていただいて、うん、え、いいなスターターパック。コロナ流行る前ってメンバーとカラオケ行ってた？行ってないですね。私だってあのカラオケが事務所にあるんですよ。そう事務所あるし、レッスン場のあの横にも、レッスン場の横とかにね2部屋ぐらいあるんですけど、カラオケルームが、まあ、あの歌練習用とかではあるんだけど、普通にカラオケできるから、そこでみんなでカラオケしたりしてます。そうなんだよ。みーちさん、レインボースター、まさとしさん、レインボースターありがとうございます。いいな、舞台挨拶見に行ったの？めっちゃいいじゃん。ワンピース選べると映画放送あるよね。今日はストロングワールドがありますね。ヤマト君バラありがとうございます。メンバーはね、とは言ってなかったね。あ、でも温暖化で1回行ったかな。でも私カラオケ苦手なんだよね。一人で行くカラオケのが実は好きなんだよね。うん、一人かマッチで仲いい人としか行けない。そう、いけなくない？ね、楽しいんだけどね。けどガチで歌ったらシーンってなったりするじゃん。だから、あ、歌ってこうってなるから。マジで親友とかとしか行ったことないかもしれない。カラオケあんま行かないんだよね、まず。親友とか、同じ部活の子とかと一緒に行ったり。ラスカルさん、イエースタンプありがとうございます。マスオさん、かわいいスタンプありがとうございます。カラオケでは何、アドちゃんとか歌う。アドちゃん、アドさん、新時代を歌っていらっしゃったりするアドさんとか、あ、夜遊びさんめっちゃ歌う。夜遊びさんは歌いますね。いいじゃん、カラオケでさ、ぶちかまそうよ。会社の飲み会のカラオケでぶちかまそうぜ。難しくない？確かに。
精密採点マストだった。私採点を常に採点してたいのよ、カラオケで。だからなんか楽しむって感じじゃない、あんまり。まあ、あの親友と行った時はマジでネタしか歌わないから、なんかラジオ体操をみんなで歌ったりするね。そう、ラジオ体操をみんなで歌ったり。そうですね、やっぱりラジオ体操で始まる感じですね、私たちのカラオケは。いやマジでマジで、あのラジオ体操めっちゃ盛り上がるからやってみて。でも、もう一番ぐらいで、あ、もういいわいいわいいわっつって、あのあれするけどね。あとね、何歌うかな、プリキュアの歌とか歌う、全力で。うん、新しい朝が来たじゃない方、まずは背伸びの運動、1,2,3みたいな方のやつ。あれマジでおもろくやってみて。あー、じゃあお箱入れていいとか言ってノリでね、ノリでみんなで、あーやっぱさ1曲目はあれだよねって言って、1曲目はあれだわっつって、みんなラジオ体操言うおもろいでしょ。プリキュア聞きたい、プリキュアね歌ってる。ディズニー、私あれ好きですよ、あのアホールニューワールド。そう、ビギナーももかちゃんありがとう。あ、テロップだ。そう、でもマジ最近は一生アドさんとか夜遊びさんとか歌ってる。あのね、あれも好きです、あのラプンツェルの、輝く未来だっけとか、なんだっけ、普通に、なんだっけな、めっちゃ有名な歌、あのもう普通に一人でラプンツェルがずっと歌ってる歌が好きなんだけど、マジで題名が出てこない。レディーゴーは歌わないですね。そう、レディーゴーは歌わないね。あとはね、何だろう、マジでカラオケ行かなすぎてやばい、本当に行かないんだよね。でもカラオケで行くまでもなく家で歌っちゃおうみたいな人だから、あまり行かないね。あとはもうレッスン場ね、あるのでそれでやってる。いつもちょっと歌いたいなって時、そうだからマジで行かないんだよね。でもカラオケ、まあ、行きたいけど、そうなんです。じゃあカラオケ配信やりますか。
やりますか。あ、波動リツイートしておきますね。波動ってさ、有観客なんだね。私知らなかったわ、普通に。うん、撮影かな。よし、行く。相手がね、これ入りながら歌ってるんか。歌ってる、普通に普通に歌ってる。あ、なんの客だね。And there's a scene。 そう、聞こえてますか。リクエストを募集します。湘南、涙の湘南ですかね。つつつつつじゃあ、あ、最初に来た涙の湘南、一旦ね。あややさん、試験ありがとうございます。かわいい、ありがとう。ソアカスのキス、ま、マーカスみたいに言うやん。誰やねんってね、思うでしょ。あのマータソさんとカシちゃんさん、うん、AK48 グループなら大丈夫だと思います。
初恋ゆう子にじゃないんだよね。得意なやつ、得意なやつ、得意なやつはね、得意なやつ、はね、なんだろう、なんであろうか、花は何を思いかな、得意っていうか好きなのは、あれ歌ってて気持ちいいよね。ちょっと今日滑舌悪い。さらに言いまして滑舌悪い。ギラギラ。ギラギラ輝いて、あれもめっちゃ好きです私。今日のお弁当？控えめ選び。
ューってごめんねだっけ、片思いしてラブラブユーか、夜風もないんだよね。そうないのよ夜風ね、入れといてって話だよね。控えめ I love you ってさ、 AB メロをちょっと忘れちゃったな。歌詞読みたいんだよ。走るあなたにドッキーのやつか。日差しのシャッターチャンス、風に吹かれての吹かれてのに、私のスクリーンレス何にもかけずにめくったやり、あ、マジでわかんないA メロしかわかんない。月と水かけもないんだよね、なんでないのって話して、渡らせ橋ね。ゆきりんさんの曲はショートケーキがあるかな、確か。だから君が好きなのか、だからだから君が好きなの、君が好きなのか、これもでもさやちんとさやちんと歌動画撮りたい。これもあああ花は何を思い静かに咲くのだろう、語ることもなく風の中で、それまでの季節で応援しなかった叫び、太陽が隠れてる時に寂しくはなかったか、君のと見てた他にいっぱいいてもなぜだかひどい気になってた、僕と同じ匂いがする、似たようなタイプと遠い場所から想像していた、話してみたいって思ったけれど拒まれそうで僕はダメだった、君のどこに惹かれ心が揺れるんだろう、私生活なんて知らないのに、肩肘を張らずに空を見上げている、鳥たちが横切った時も孤独だと感じずに、足りないものを数えてたらそう気にかないから、手にしたものを大事にすればいい、周りが思うほど不幸じゃないと、今ある愛を花は何を思い静かに咲く
が人は誰も変わってゆくけれど、土に根を張って君は何も変わらず、ただじっとそこにいる。1ミリだって動かない、君が好きだ。花は日差し浴びて自然に生きるだけだ。望むこともなくありのままで、君のどこに惹かれ心が揺れるんだろう。実生活なんて知らないのに、肩肘を張らずに空を見上げている。よく言った時も孤独だと感じずに、だから君が好きなのか。だから君が好きなのか。さん音符アヌさんパチパチスタンプつむじかでさんミラーボールオムライスさん音符まさとしさん音符ありがとうございます。綺麗な声好きになっちゃう、嬉しい。初見チャムさんありがとう。好きになってもいいんだよ。あ、得意な歌見つけた。いや得意じゃないか、得意な歌ではね、相手がいないとあれなんだけど、過ちも好きです。私サムネイル公演で歌ってる、歌ってるって言っても私1回しか出てないんだけど、まだ1回しか出てないの。だから舞台終わったら出れるように来てくださいって、出ますのでって自己申告したから、舞台終わったら出れると思います。12秒。世界中で一番きれいな、これゼリー、またなんか持ってるよってね感じでしょうけど、はい、マンゴーのゼリーを持ってます。マネキケチャさんね、そう AKB48 グループしか歌えないんだよね私。あのダメなんです、すべては途中経過、ありありあり、とってもあり。すべてはすべては、でも私2番歌えないかもしれない。ワンハーフしか行ったことないんだよね。
して」の間に皆さんコメントをつないでリクエスト待ってます。曲それな、私も大好きこの曲。何歌うか、今51分か。順位は運次第、周りと比べるな。まだまだ先は長い、やり直せるさ、走り続けろ。人生は何度でもゼロから始められる。どんなクラスも途中経過、ああすればよかったと後悔をしているなら、過去なんて忘れて自分に言うんだ、今日やればいい。ありがとうございます。ございま、ありがとうございます。本当に綺麗な声でね、毎日おはようって起こされたい。 おはよう。宮龍さん、パチパチスタンプありがとうございます。おはよう、朝だよ。おはようございます。どうも。いやいやよな、普通に。うわ、めっちゃ声好きやって言って付き合ってた。おはようございますって言われても、おはようってあ、おはよう。おはようございます。ちょっと中野ゆくみみたいだったよね。おはようございます。二度寝するおもろ二度寝すな。あーにゃ、録音会そんなのあったの。私録音会やったことないかもしれない。あーああ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 あい、ずっと前から父の子ど、ずっと前から父の子供のアーニャです。アーニャ母いなくて寂しい。
ありがとうます。へえ、そうなんや。アーニャかわいいよね。父スパイ、母殺し屋。父スパイ、父スパイ。トクトクブシャー、トクトクブシャー。でも最近見てないからわかんないな。夜ちゃんとゆうちゃんとしのぶさんが混じるんだよね。鬼滅のしのぶちゃんとゆるちゃんが混ざるんだよね。コーヒー or tea? tea。 カフェ or tea? めっちゃ起きようとしてるやん。 tea 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 tea。そう、何歌う？何歌おうかな。今のは初っぽい。初のおはよう。初のおはよう。Do you like cat or dog?悩ましいよね。悩ましいよね。キャットはドッグは悩ましいよね。I like.Like cat and dog. Yes. Tea でお願いします。めっちゃ日本語。Coffee or tea って聞かれてんの。あ、tea でお願いしますって。そこはもうお茶って言ってほしいよね、もはや。お茶か紅茶。茶でお願いしますって言ってほしいよね。I like cat.And dog. I like toy poodle. Toy poodle, かわいいよね。茶、草生えてるし、茶でお願いしますって。もはやそこまで言ってほしいよね。スヌーピー、スヌーピー、彼女あれ甲高いよね。てか AKB の曲ってマジで甲高いよね。いい意味でだけど、マジでね、みんなね声高くて歌えない曲とかめっちゃある。
甲高いよね。甲高いって言ったらあれだけど、うん、みんなね、あー高いってすごいみんないろんな曲で苦戦してる気がする。ポニッシュ、高い音が、あのね、あれがいっちゃやばい、は渡り廊下走りたい系が結構高いね。あのね、少年よ、ワンツースリーのやつがマッチで高い。カレンちゃんがもうね、めっちゃ苦戦してた。うん、もうカレン高いの出ないって言って。カレン高いの出ないんだけど。って言って。言ってたね。あ、じゃあ暗闇って言ってたか。アーシャより可愛すぎ。イェーイ、ありがとう。アーシャってさ、毎回思うんだけどさ、全然漏れないよね。あれ何？なんでなんでなんで普通になんで一旦アプリで撮ってほしい。カレンちゃん似てるでしょ。もうさ、カレン高いの無理つってつってあれめっちゃ高いよ、あれめっちゃ高いよね。私カレンちゃんの発音完璧なんですよ、一緒にいすぎて。そう、カレンこんな高いのでんでんちゃけど、カレンこんな高いのでんちゃけど、マジさめっちゃ高くない？これめっちゃ似すぎて自分で言われちゃったわ。マジさめっちゃ高くない？あれ出るんちゃけど、イントネーションバッチリ、キャッチフレーズはね標準語で話してんのよ、めくってめくってって言うだけだからめくってめくってって言うだけだから、カレンダーって言うだけだから、鉛とかはねあんまり入んないんだけど。ストロングワールドって四季のやつだよね、違うっけ、確かそうだよね、違う、フルちゃん、カーチャーさん、イエイスタンプありがとうございます。今日ね、今9時からやってるね、ストロングワールドが。でもさ、金曜ロードショーやと思ってたからさ、金曜ロードショーじゃないんやってなったよね、普通に。あ、ちゃうんやっていう感じでしたね。普通に金曜ロードショーのわけかと思ってたら、昨日ラピュタが当ててるね、確か。で、バルスってたから、あ、今日じゃないんだ、来週かと思ってたら今日やみたいな。で、土曜日かいみたいな。そう、ほんじゃ何歌おう、何歌おうって永遠に言ってるよね。うん、アーニャ似てる、よかったです。帰国子女の発音ネイティブ、耳がいいんです、申し訳ない。帰国子女じゃない。でも私普通に高校生ってこの活動やってなかったら多分留学してたと思う。英語は苦手、英語っていうかそのなんか英語の文の組み立てが苦手なんだけど、普通に。そうけどね、パパがねアメリカに留学してたんですよ、学生の頃。だからそれの経験をね子供にもしてほしいって感じで、なんかいかんけんアメリカいかんけんみたいな感じでしたけど、まあ H 入っちゃったよねっていう。
文法というよりさ、普通に私多分学校の授業の教えられ方が向いてないんだと思うんだよね。普通に私分析したんだよ一回。なんでこうも英語だけこうボーンとできないんだろうとかと思ったんだけど、普通になんかさ、形容詞がみたいな、形容詞をここに置いて、主語を装飾語をここに置いてみたいな。でまずさ、装飾語って何、形容詞って何ってなるから、だからそっからマジで分かんなかった。その先生とかがやっぱりさ、まあ主語述語はさすがに分かるんだけど、形容詞とかだし、ここに就職語を置いて、ここに形容詞の形容詞みたいな、そのなんか国語を、難しい国語を交えて教えられると、その形容詞って何マジで、そっからちょっと入ってくれるみたいな。そう、だからそっからマジで分かんなかった。だから小学校とか中1までの英語はマジで、あ、ラッコショーって思ってたけど、普通に中2から先生が変わったんですよ。で、マッチで普通に、まあ、めっちゃ分かりやすくノート書いてくれる先生なんですけど、それを多分分かりやすい子は、うわ分かりやすってなると思うんだけど、私はなんかマジで普通にアホすぎて、就職語って何、形容詞って何、述語ってどっからどこまでが述語みたいな。なんかだって言うちゃえばさ、述語にもできるわけじゃないですか。就職語にできるし、形容詞にだってできるじゃないですか、やろうと思えば。でもそっから無理だった。あ、何も分かんない分かんない、とりあえずノートには書いてたよね、書くだけ書いてた、コピーするだけ。本当に分かんなかったな、中学校の英語。だからもう勘で書いてたもん、テストなんか。ちょっと分かる、コミュニケーションの学問なのになんで分類覚えなあかんみたいな、なんて言うんだろうね、日本の英語の授業は通学みたいで、本当にそう、 なんて言うんだろうね、そう、なんかさ、数式をこう教えられてる感じだったんだ。私数学苦手なのね、数学とか計算とか数字とかめっちゃ苦手で、そのなんかそういう感じの授業が苦手だったの。だから英語と数学はね無理だった、筆記とか無理だった。歌でね、歌でというか、チャンツは歌ってた、みんなで。発音いいよね。やった。耳はいいんだよね、マジで。これだけは自慢できると思ってる。耳はいいの。だからモノマネとかうまいだと思う。歌モノマネ。例えばじゃあ、生田リラさんの歌い方とか、アドさんの歌い方。声のひっくり返し方とかを聞いたら、あ、これかってできるんだけど、頭で考えるのが無理なんだろうね、多分ね。そうと思う。リスニングから入れば、そうだから、なんて言うんだろう、まず発音をさ、なんか、I'm hungry とかじゃないじゃないですか、普通に。I'm hungry って、このハングリーって言わないじゃないですか。なんか、アンド・シュワルツネガーみたいな。だからもうあれだよね、だからマジでカタカナ英語で覚えちゃいけないわと思って、いろんな映画を英語で見たりとかするようにしてる。あとね、あれ、私はねフルハウスを英語で見てる、割と。計算はね無理。まあでも地頭良かったら生きていけるかなっていう。だって計算もさ、地頭良ければさ、計算機を使ってもいいわけだし、とか。
意な人に任せてもいいわけだし。うん。どうやって省こうというね。どうやって省こうっていう、あの、そっちの思考に至りますよね、やっぱり。めっちゃミスター好きになった、 AKB の推しできた、本当に嬉しい、ありがとう。ぜひ来てください。洋画字幕で見る派、そう字幕で見る。吹き替えもいいんだけどさ、たまにさ、なんか喋ってる雰囲気と全然違う時ない？なんかめっちゃ険しそうな顔で喋ってんのにさ、なんとかだよみたいな絶対違うやんって思いながら見ちゃうから、英語で字幕で見てる。あとさ、一回字幕で見ちゃうとさ、一回字幕で見ちゃうと、日本語の方で見れない。なんか日本語、日本人の声ってさ、世界的に見て幼いんだって。幼いっていうか、こう発音にもよるんだけど、多分帰国子女の方とか、まあ海外の友達とかがいる方は分かんない、あ、分かると思うんだけど、なんか英語喋るときはトーンが低くなるのね。でもその海外の方が日本語喋るときはありがとうございますみたいな、っていうこういう高めの声になるらしいのね。え、何の話だっけ？あ、そうそうだ。だから字幕になるとちょっと声のトーンが高くなるから違和感を感じちゃうんだよね。そう。スピードラーニングね。いや、私ね、聞き流すだけっていう、その聞き流しを本当に聞き流しちゃうからダメなんだよね、多分あれ。普通に YouTube とかを見てて思った。YouTube とかで英語を聞いたりするんですけど、普通にね、ちゃんと見ながら聞いてたらいいんだけど、普通にスーってこうピューンって聞き流しちゃうから、あの聞き流しっていう表現よくないね。うん、あの聞き流すだけってやつは、あの絶対違うと思う。集中して聞いて入れて流すだけみたいな表現にしてほしい。いや本当に、そう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 、スーって、ね、話を抜いちゃいますので。わかる、めっちゃそれでしょ、ちょっと違和感あるよね。けど逆にその吹き替えがこれこれってなる場合もあるから、どっちか最初の方はね、字幕に切り替えたり日本語訳の方に切り替えたりとかして、どっちがしっくりくるかしてる。英会話難しいだよね。でもさ、世界の江川さんがさ、世界の江川さんが何となくで英語伝わるよってことは証明してくれてるじゃない、近年。うん、あれでちょっとは、あ、英語やってみようかなってなるよね。なるよね。まあ分かんないけど、すごいね。なんか詰まってたんだ。あ。ハンガーみたいな。ハンガー知ってます？千織さんのハンガー。オッケー。やっぱちょっと乾燥してるっていうか、乾燥させてんだけどさ、言うたら自分が。さあ歌いましょう。労働美形、私のこと言ってる？
ありがとう。嬉しいわ、とっても。じゃあ、普通にだ、カラオケで普通にアドちゃんとか歌いたい。歌いたいんですが。どうしよう、何歌おうかな。YouTube でね、そういうの流していけたら嬉しいなって思うので。どうしましょう。今の気分、マジで今の気分が何かわかんないんだよね。あ、暗闇って言ってたね。うん。48グループなら大丈夫。だから HKT さんとか SKE さんとか NMB さんとか、そっち系なら大丈夫だよ。そばかすね。パパパパパパパカス。私こういう口の人好きなんですよね。わかる？なんかシナモンみたいな顔の人好きなんですよね。わかる？顔面、シナモンみたいな顔面の人好きなんですよね。めっちゃめっちゃ個人的んだけど、だからあやねちゃんの顔とかめっちゃ可愛いって思う。あやねちゃんにさ、シナモン似てるねって言ったらめっちゃ嬉しそうにしててよかったシナモンの顔してない、あやねちゃんって。なんかこう、こういう口、わかる？なんかここが、んってなって。なんか口角が、んって上がってるけど、ここだけこう、ビヨンって混んで。そう、シナモンの顔になりたいんだって。あやねちゃん。だからもう、もうシナモン顔だよって言っといた。アヒル口じゃないんだよね。なんて言うんだろう、こう。こういうさ、シナモン似てるよね。私は私、あ、ジョンマイラブの回。寄せる波が耳にささやくよ。今日は一人で来たの。過ぎた季節が砂に埋もれて、片方だけのビーチサンダルが色あせた恋。ライフセイバーのあの人と出会った頃までさ、いちごミルクのかき氷かけるまで話したね。夏の
き、これね。わかる。ヨムライスさん、ありがとうございます。うまいな、ありがとう。嬉しい、ありがとう。やった、ありがとう。こちらこそ。初見さやちゃん、さやちゃん上手、ありがとう。うれしいよ。しんごさん、トートスタンプありがとうございます。どうしよう、次の曲ちょっとコメントしといて。ゆびちゃんさん、最高スタンプありがとうございます。この声は武器だよな、本当にめっちゃ嬉しい、ありがとう。これ夏の曲だと思ったけど、普通に冬の曲なんだよね。夏の恋は続かないって言ってるけど、かわい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 すぎやん、ありがとよ。持ち上げ反応私ね、わかんないんだよね。スペースゴーさん、だるまじゃないバラ、ありがとうございます。なんて言ってたっけな、さっきいいじゃんって思ったんだけど、潮風のって歌いたいんだけどないんだよね。なんでこのいい曲がさ、名曲がことごとくないんだろう、悲しい。目指したわけ、そう、打ち上げ花火かな、バラード歌ってほしい。バラードって何がある、バラード、バラード、確かにいいね。もういい時間だからバラードに切り替えていきたいね。バラード、みんなのバラードといえば何だい何だい何だい、おもろ。もう私さ、なんか親友というか、宮崎さんと普段使いしてるとおもろい日本語選手権をやりすぎて一生
普段使いしてたらキモおもろい日本語選手権みたいなのしてて、 LINE で一生やってて、そうで、まずあの電話かけたら「やあ友よ」って出るじゃん。そうそう、もうそういうのやりすぎて標準語とか普通に喋ってる言葉がね全部それになってきてんだよね。危ないよね普通に。どうしようぞとかびっくり。なんで笑いを追求してるの、わかんないわかんない、そういう仲だからさ、しょうがないんだよね。虫バラってさ、バラード言うてるけど意外とバラードじゃないんだよあれ。ちょっとロックテイストな、テイストあーやだやだ。ロック提出だから歌えるかな。俺は一人で激しい雨の中つぶれ打たれてたかった。汚れた体と醜い心を洗い流そうとしてたんだ。こんな時代に何を信じて生きて BGM にしよう。村井さん、本当ありがとうございます。桜の木になろう、いいね、覚えといて。どうも次ありがとう。公園が好き？私は、サムネイル意外と好きです。うん、好きだよ。命の限り無様でもいいさ、地べたで叫ぶ魂よ、生きること生きること俺はしがみつく、傷つくことを恐れてはいない、どんなに
とうございます。聞きたかった曲ありがとう。よっしゃよかった、ありがとう。よっしゃとか言ってじゃあなんだっけ、桜の木になる。仕事もね、ありがとうね。春色の空の下を君は一人で歩き始める。いつか見た夢のように描いてきた長い道、制服と過ぎた日々を今日の思い出にしまい込んで、新しく生まれ変わるその背中そうに振り向く君が無理に微笑んだ時、頬に落ちた涙は大人になるためのピリオド。曲最後のところ好き。夢見るとギャップがすごいですうん、そうだよね。で靴下嗅いでんだよ。やばいよね、靴下嗅いでってこうやってバラードをさすごい歌ってる、まあ、このギャップを楽しんでいただけたらなって思います。ちょっと靴ね、何時まで、何時までしようかなってすごい悩んでるけど、もう終わろうかなと思ってる。なんかちょっと急に歌える？歌える？いいね、これエンディングにもちょうどいいね。思い出して桜
が咲く季節に僕のことを日本の永遠の桜の木になろう。そう僕はここから動かないよ。もし君が心の道に飲みましょうか。おっかの過ち、ウォッカ飲みましょうか。おもろい。アイスカフェさん、ペンライトありがとうございます。うまい。ユウさん、初見ありがとうございます。嬉しい。初見さんとかビギナーさんとかがめっちゃ来てくださって嬉しいな今日は。おお、じゃあウォッカで締めますか。ウォッカで締めますかってやばいね歌ね。すごいなんかお酒飲む人みたいな言い方するけど、ウォッカで締めますかとかって。サステナブル、じゃあサステナブルウォッカで、サステナブルからウォッカ飲んで終わりましょう。それで終わりね。あれっきりこれっきりっつっていいつって、アンドロメダザザだぞ、アンドロメダザ、アンドロメダザだぞっていうあれあるよね、知ってます？アンドロメダだ、アンドロメダザだぞ。
ちあっちいのかよくわからんが、あっちいね。ちょっと目見えないから近づけるわ、やっぱり。よしだ。ゆっくり帰り道、街が赤く染まる。そよ風が通り過ぎて揺れる影帽子。吉田カレンのさ、あれがもうめっちゃツボすぎて一生見れますね。めっちゃ似てたよね今。ちょっと見たことある人はマジで見たことあると思うんだけど、夕暮れか、ちゃんちゃんちゃちゃんちゃんってやつね。めっちゃおもろいマジで。一生、吉田とね、吉田と宇多田と一生笑ってるあれ。しかもね、たまに再現してる。ルマスかくれんぼを流して途中でいいとこで止めて、で、おーカレン吉田ってずっと言って最初から流すっていう再現ごっこ。あれはね、卒業公演でもう絶対やってねって言ってる。マジでいつ卒業するか分かんないし、30歳に なってるかもしれないくても、絶対あれ入れてねって言って。
あハマーさん音符、ムレスさん音符、ありがとうございます。しっぽさん、パチパチスタンプ、ヤマトくんさん音符、ありがとう。上手上手、初見ありがとう。ゆうさん、ありがとう。
ありがとう。じゃ終わるかな。もう10時だし。もう10時だし。そう、サムネイル公演で歌っております。サムネイル公演の最近私舞台をずっとやってて、あのね、今度8月19日20、21日にですね、銀座博品館劇場にてミュージカルダンスレボリューション2022本当の私、ダンスレボリューション本当の私2022っていうミュージカル、コメディミュージカルをやるので、皆さんぜひ歌声いいなと思った方、そして今年まだ夏をしてないなって方、そしてちょっと笑いたいなって方、ぜひぜひ銀座博品館劇場に8月の19日20日21日にお待ちしてますので、ぜひ来てください。みそぎ動画ね、実は数個撮ったからね、笑いあり涙あり笑いあり笑いありになってます。はい、笑いあり笑いありって感じで。でも去年が延期になったことを知ってる方々は泣ける要素も多いかもしれない、わかんないけど、やっとっていう思いがありますからね。そう、新橋から行けるっぽい、皆さん来てください。あのね、 AKB は私しか出てないんだけど、他にもアイドルさんというか、アイドルやってるいらっしゃる方とかすごい方がいっぱいいらっしゃるし、あとみんなね、マジでコメディに呼ばれた人だわってぐらいみんなマジでおもろいんだよね。そうだから、そのね、お芝居、なんかその日常にあるお笑いというか、笑える瞬間というかはね、是枝さんがすごく、私はそれがね、是枝さんって意外とじゃない、よく日常で起こりうるお笑いがすごく素敵だなって私は思ってて、そうそう。あとはね、夏休みのお話なんですよ。学生、中学生、いろはちゃんちは16歳なんですけど、そうそう、夏休みのお話なので今の時期にぴったりですし、学生の頃を思い出せるんじゃないかなっていうね、皆さんの学生の頃思い出せるんじゃないかなって描写もありますし、ああ、いるいるこういう人っていうの描写もありますし、うわあるあるっていうシーンもいっぱいありますから、ぜひいろはちゃんに会いに来てください。本当に3日間しかなくて、しかも私ダイヤ版なんでね、皆さん、私が出るのはダイヤ版です。ハート版はね、いろはくんになってね、さくやくんっていうね、男の子が、さくやくんが、木村さくやさんっていう男の子がいろはくんをされるので、ダイヤ版ってことは3日間しかない、3回しかないんです。めっちゃ悲しいけど、さ、3日間を全力でやるので、皆さん見に来てください。あとチケットもお早めにどうぞよろしくお願いします。それではツイッターにリップありがとう、全部してびっくりしました、ありがとうございました。それでは5070、違う、ランキングでない、13位ベルちゃん、会長さん、ミスさんのは12位、しっぽさん11位、
月にゃんさん、10位ティズラさん、9位しゅんごさん、8位よこよしさん、7位えんちゃさん、6位まさとしさん、5位オムライスさん、4位エビちゃんさん、3位ヤマトくん、3位つむじかぜさん、1位あなねさんでした。みさが最高ってことで、明日は明日も話し会です。なのでね、今日気になったよって方ね、おしましでも待ってますし、お待ちしてます。お待ちしてますってことで、はい、そういうわけ、そういうわけです。それではみんなも台風とかね、強風とかね、雨とか気をつけてください。それでは5119人ありがとうございました。バイバーイ。お話しかありがとうございました。さよなら。